ピンクのテディベア、モモでおなじみのポストペットが任天堂 DS のゲームになりました。ポストペット DS 夢見るモモと不思議のペン。ここはポストペットが気ままに暮らすポストペット。どういうわけかこの島に紛れ込んでしまったあなたは、彼らのお世話をしながら一緒に生活することになりました。一緒に暮らせるペットは11匹。ゲームオリジナルキャラも登場します。一緒に冒険したり、時には叱ったり励ましたり。移り変わる季節の中、島での生活は楽しいことばかり。お話を進めるキーアイテム、不思議のペンにはピクメモペンとほうきの2つの使い方があります。ピクメモペンで囲むと世界がストップ。写真感覚でピクメモを撮ったら、メッセージやスタンプでデコレーションして素敵な思い出にしましょう。住人からの依頼でこんなピクメモを撮ることも。ほうきで地面を掃くとお金やアイテムが見つかります。島にある不思議の森の上空にはペットの夢を食べ尽くして丸々太ったバクが寝ています。バクの大好物はペットの夢。バクに夢を食べられたペットは一人前のポストペットになるという夢を忘れてのんきに暮らしています。ペットが一人前になるために必要なものは、バクが吐き出し島に散らばってしまった夢のかけら。夢を叶えてペットを一人前にしましょう。デコレーションしたビクメモをWi-Fi で友達にプレゼントすることもできます。自慢のペットを友達に紹介しましょう。ペットを頭に乗せて出かけたり、ペットの着せ替えや自分好みの分身を作りましょう。お家の模様替えもできます。可愛さ全部入り。不思議のペンで叶える夢はきっと素敵な思い出に。桃色の生活始めよう。ポストペット DS 夢見る桃と不思議のペン、12月24日発売予定。予約特典は桃のお座りマスコット。今すぐ予約。